大人は英語を嫌なら武田です。英語です。今回はこちらです。金のパッセージ。パッセージのパッケージ。パッケージか。はい。トイック L&R テスト初めから超特急金のパッケージ。はい。出ましたので、こちら紹介していきたいかなと思います。はい。これ総合対策本になりますね。おお、ついにですね。はい。特急シリーズの総合対策本で、まあ新書サイズではなく大きいサイズになってますね。うん。新書でなかなかね、ダブルパッセージ、トリプルパッセージとかを見せるのは大変なものなので、うん、確かに大きい形で登場いたしました。うん。金のって言えばね、金フレが有名ですけど、はい。ついに総合対策2まで手を出してきたんですね。そうですね。はい。まあ、テクサカットさんが、まあ、講師引退しまして、おお、はい、そうなんですね。はい。もう今おもちゃ屋の会社を立ち上げて、おもちゃ屋、はい、やっておりますが、はい、その彼がですね、やっぱ時間ができたので講師を引退して、そのもう集大成として作り上げたということでございます。なるほど。本当に引退したんですか、はい、それは。講師はね、トイック講師自体はもうやってないですから。うん、で、まあ、自分のチャンネルでも紹介したらすぐに連絡くれまして、おお、はい、本当に大変だっていうのは分かりました。もう講師を引退していなかったらできなかった本だって言ってたんで。ああ、そういうことですね。はい、それぐらい大変だったっていうので、やっぱり最近の形式に合わせて作ったと。うん、結構トイックが変わった段階で総合対策の本っていろいろ出たんですけど、はい、まあやっぱりそれとはだいぶ変わってきたと今は。うん、なのでその最近の形式に合わせた形で作ったって言ってましたね。なるほど。じゃあ中身も解説お願いします。はい。はい、でまずはそれぞれのパートごとの説明ですね、はい、があって、でその後に後ろに模試が1個分ついてるっていう形になっています。まあ、よくある総合対策本の形式になっているような感じですね。はい、結構詳しく書かれてますね。やっぱだいぶ情報量がとにかく多いっていうのが印象でした。お、はい、こういう表現が出るよっていうものとかですね、うん、単語に関してもだいぶ詳しく載ってます。単語や表現に関しても、はい、とてもたくさん載ってて、最近出るのが入れられてる。お、まあ、パート1とか本当に習わない、うん、皆さんが習ってきてないでしょうっていう単語が並んでる。で、ついこの間のトイックにも出てて、あ、やっぱりそうだよねみたいなんですね。うん、はい、そしてあとはやっぱりパターンですね。うん、いろんなパターンが載っているので、そのパターン化っていうのが、まあ、総合対策本作るときって、まあ、僕もやったことあるんで大変なんで、それをやっぱり大量の情報に基づいてパターン化してるっていうのが言えると思います。さらに金の勉強法っていうのがついているので、へ、はい、それぞれのセクションどのように勉強していったらいいかっていうのが分かると思いますね。はい、だからシャドーイングの方法とかですね、あ、はい、そういった形のことも載ってますし、まあ、あとはコラムでね、トイックの世界ってどういうものなのかみたいなのも載ってるんで、はい、まあ、そこは面白いと思います。はい、思わず笑ってしまうようなトイックで出世するとどうなるのかとか、トイックで転勤するとどうなるのかとかですね。、はい、そういう話が載ってたりしますので、なるほど、はい、見ていただければと思いますね。うん、はい、で、まあ、いろいろなパターンだったり、いろいろな表現の説明だったり、さまざまなことが書いてあって、まあ、とにかくよく出る表現を詰め込んでるなっていうのが分かりますね。まあ、その単語やフレーズとして抜いて出しているだけじゃなくて、その模試の問題の中ですね、問題の中には、あ、はいはい、ここ問われた、ここ問われたっていうものがふんだんに散りばめられている。言い換えもすごいこだわってますね。これがこう言い換えられたことがあるっていうのを、というか、まあまあ何回も受けてる自分からすると、 はいはいはいっていう、あの言い換えのパターンだなとかっていうのも分かるようになってますし、あとは引っ掛けもこだわってますね。引っ掛かるように作ってある選択肢とかですね、テキストとか作る側の人間としては、はいはいはい、これ出して引っ掛かるよねっていうのがよく分かりますね。まあ、こだわりがすごいっていう感じだと思いますね。なるほど。なんで、まあ、武田塾イングリッシュのルートの総合対策がこれになるんじゃないかなという感じだと思います。なるほど、なるほど。で、これ総合対策なんで、全体です。結構言われたんですけど、簡単ですかとか難しいですか、はい、いや、全体です。もうどのレベルとかありません。ああ、じゃあでもこれ総合対策でどういう形式かを説明してるもんだから優しいんでしょって思ってる人もいると思うんですけど、うん、いやいやいや、そうはいかないよって、ね、うん、結構レベル高い人とも引っかかるような問題入ってますんで、うん、はい、まあ、これはネタバレしちゃうとあれなんて言わないですけど、実際解いてみてくださいと。ほう、まあ、トイックマニアだから見抜けるけど、普通の人がやったら見抜けないよこれはみたいなの入ってますんで、はい、じゃあ本当にほぼ全ての人にお勧めできるみたいな感じですか。まあ、そうですね、基本的に、まあ、もちろん超絶も単語も全然わかんないですとかになるとできないかもしれないですけど、はい、本当いろんなレベルに当てはまると思いますね。なるほど。この勉強法とかもいろいろ載ってますからね。じゃあ、まあ、トイック中級者上級者はもちろん、まあ、ちょっと初級者の人で本当に単語わかんないよとかはね、いたらちょっといきなり総合対策じゃないかもしれないけど、はい、単語をやってからの方がいいかもしれないですけど、うん、まあでも幅広い人に読んでいただけるものになってると思いますね。なるほど。じゃあぜひ皆さん金のパッケージお手に取って中身見てみてください。で、まあ、実際やった方とかね、うん、はい、見た方はですね、感想もいただければと思いますね。コメント欄でぜひ書いてみてください。